大式発の海外ロケです。よっしゃ来ちゃったよ。そう、韓国にいます今。というのもね、今こちらじゃじゃん、後ろに見えるホテルインターブルゴさんのあれ見えますか、カジノさんからぜひ大式で来ていただけませんかとオファーをいただきまして、行くぞそりゃと思って気合い入れてもう秒で決まりました。本当にありがとうございます。いや、我々もちょっとびっくりしてます今。そうよね、はい、大式ドリームですよ。イエーイ大式ドリーム。確かに。ちなみにここは韓国のテグという町でして、韓国の第三の都市と言われてるんですよね。ソウル、プサンに続く、まあ、テグ第三の都市と言われてるから、とりあえずさ飲みかん。ちょっとさ、景気づきにやっぱ前夜祭って大事だからさ、せっかく明日のカジノに向けて、うん、そう、飲もう。まっこりまっこりまっころまっころきました、アンジュランコプチャン通りです。何のね、通りかと言いますと、これですよ、これホルモンです。韓国のそのテグ名物がホルモンで、このホルモンの通りがブワーってあるんですよ。もう40店舗ぐらい全部ホルモンだって。前夜祭だからさ、スタミナパワーつけていこう、肉で。香りすごくない、これすごい、もうホルモン焼いてますっていう匂い、すごいこれ。あ、なんかこういうテラスっぽい感じなんですね。いいね、なんかビアガーデンみたいな感じやんね。うん、あ、ここが有名なところなんよ、ここ。あ、にはせよ。 YouTube OK、 yeah, yeah. OK YouTube OK、 あ、YouTube OK、 速いな。韓国のビールは表面張力ギリギリ。そうね、泡と本体の割合がすごいね、これね。あのビールの売り子経験したけどね、これだったら怒られる。初めての案件、そして韓国に乾杯。イエーイ。あ、たまんねー。今ティチゴやね、ここ。やり方もそうなんです。あんまなくまんで、これはコップじゃん、マクち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 ゃん。おー、おいしそう。うわー、いい、この香りがやばい。OK? これ、そこまでやってみるよ。ここまで OK?あ、これ OKOK、誘導がすごい、これ。お母さんの目がバキバキ。バキバキ。ウェイウェイウェイ。カツですね、これは。いただきまーす。おー、マジっすよー、マジっすよー、マジっすよー。 OK 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 OK。次の現場へ向かった。焼いた後ネジ打ちしてる。早すぎる。手際良すぎる。じゃじゃーん。キムチも取り放題、食べ放題。わー、嬉しい。キムチです。結構キムチ辛い。ほんま違う。焼酎頼んじゃった。わかんない、なんて書いてあるか。いただきます。
し、いろんな食感もあるし。あ、なんか言ってます？テグ来てくれてありがとうだって。さらへよ。今回はテグカジノさんから、まあ、案件をいただきまして、韓国に来させていただきました。本当にありがとうございます。最初はそう、グローバル YouTube の力よね。これも全力で明日勝負させていただきます。そしてお金たんまりと持ち帰らせていただきますので、よろしくお願いします。宣戦布告だ。あの奥行ったら会社辞めるわ。奥行ったら会社辞めるわ。チャンネル登録もしてた。めちゃめちゃ大人気店 の入り口のメニュー表に貼るってなかなかないし、ないよね。楽しい楽しい。なんかちょっと夜になってね、雰囲気もめっちゃいいし ね。あのすぐ暗くなったね。こういうさ、あの電球もついてさ、この夜の感じ、まあ、しっぽり感というか、まあ明日もあるんで、まあ明日に備えよう。あら、珍しいっすね。まあね、あの建前上ね、建前上だよこれは。みんなホテルの部屋隣だからさ。だってもう修学旅行でしょ気分は。誰かの部屋に集まってさ、お菓子パーティーでしょ今日ね。部屋がバレてんだよ。はい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 。てて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 。いや、美味しかったね、昨日のホルモン。美味しかった、すぐ寝たわ。見て見て、これカジノやばい。ちなみに、今日なんかおいくらぐらい持ってきたんですか。あ、今日頑張って、正直すごく自由に。そう、前のやつね、前の封筒、前のキャッチコピーのやつなんだけど。まだあったんですね、その会社に。これマジで自腹だからね、本当に自腹だからね。すげえ、めっちゃある。15万持ってきました。マジで。マジで。えぐい。やばない？だって昨日日本ダービー負けてんだよ。だって20代女性のさ、15万って大きいからさ、本当に。でっかい扇子作りましょうよ、お札で。マジでジュリアナ東京じゃん、マジで。緊張する、やばい。カジノ、こんにちは。こんにちは、お待ちしておりました。日本の方だった。普通にこんにちはって言っちゃったけど。ドキドキしてるんですけど。大丈夫です。いいですか。はい、はい、VIP にご案内いたします。 VIP? はい、VIP に。 VIP ルームご用意しております。 VIP 特別にあの VIP ルームでプレイできると。15万だけで。はい。大丈夫。はい、どうぞこちら。 VIP VIP VIP。 うわすげえ。うわうわ、なんか高級感あるね。え、なんか椅子も高そうな椅子。よくドラマとかで見るとこですよね。え、なんか画面なんかモニターとかあるし。ちょっと待って。圧倒されてる。大丈夫ですか、今から戦うんですよ。ちょっと今ごめん、ひよってるわ。
ダメ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 。一度お酒飲まれますか？お酒飲めるんですね。はい、もちろんありなんですか？はい、ご用意しておりますので。じゃあちょっと ビール。あ、確かにいいですか？確かにね、こう後ろにね、あるんですよ。あ、ほんとだ。これ、その付けもう全人そうですね、こちらでも大丈夫です。ご注文いただけたら他にでも、はい、ご用意しております。すごい、これ飲み放題なんですか？はい。さすがビップ。いい音じゃん。じゃあちょっと火事の前に乾杯。あーうめー。、はあ、ちょっと心落ち着いたわ。精神安定剤。酒は飲んでも飲まれるな、ギャンブルも飲んで飲み込まれるな、よし。さっきデポジットしてチップを購入しました。これでチップが手に入ります。でさっきの15万円が一旦これに変わったっていう感じですか？うん、よし、行くぞ。日本円でいくらですか？1枚、10万も、まあ、約1万円です。ピンクは、まあ、1枚1万円、はい、青はいくらですか？約1000円です。あ、1000円、はい、なるほど。で、これで15万円、はい、今からやるのはバカラというゲームです。1の位が9がめちゃめちゃ強い、10、11、12、13は全部0とみなします。カード自体が足し算して1の位が9だったら勝ちっていう、それに9にどれくらい近づけるかっていう勝負。よし、行きます。はい、よし、来た。じゃあ行きます。5だわ。5、はい、プロトゥエクスリー。 おいけんじゃない？5、6。何も聞かずに。あ、勝った勝った何も聞かずにめくる。条件とか一回聞いたことある。勝った淡々と行こう。これはもうポーカーフェイス。もうプレイヤー。9だわ。あれ、ダブルス。どちらかが8か9が出るとそれでゲームが終了して3枚目は出ない。なるほど、そういうことか。いや、だんだん理解してきた。ちょっと頑張る。いや、やるね。いくよ。あれ10だな。10のような気がするな。10 3 4。あ、ワンワンワン。そう、今10だもんね、私。ゼロですからね。ゼロだよね。OK、 じゃあ2枚いくわ、いくわ。こういうのはね、なんか勘を研ぎ澄ませてここだってあるよ。私はもう変わらずプレイヤー。あー、もう絵柄多い、私。8。めっちゃ負けるやん。え、ちょっと一旦滝見よ。滝ブレイク行こう。滝。そうそう、やばいって。そうそう、やばいって。ほぼほぼ行かれてるって。今10秒で1万円ぐらい失ってますからね。もしなくなったらお金借りていい？後輩に。いい。なくなってくる考えましょうか。一応ちゃんと9はしたよ。
一応前振りはしていたから勝ってください。じゃあもう戻ろう。加藤リフしたえ行くよ。何にかけるんだ。変わんねえんだよな、この人は。オーケー。ん？え？マジで中間。うん。可もなく不可もなくという。勝ちたいね。勝ちたい。勝ちたい。おおおおおお。やっぱね。いがらいがら。オッケー。もう一枚。両方もう一枚。オッケー。オーロックが何かあったら負けます。おおお6じゃない？ OK。 できたちょっと取り返した、ちょっと取り返した。やっと勝った。作戦会議してよかった。これ流れ来てる。バンカお、ここに来て、ね、初バンカー。バンク、まあ、ここはね、バンカーの気がする。あ、ほらほらほら。いい感じの並びじゃない今。えぐいえぐいえぐいよ。ほら、来た。 OK 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 OK。 お、13。え、ほら来たって来たって。マジで？そう、分かる。なんか分かってきたよ。え、めっちゃ増えてる。しゃあ、どうなんですか、プラスマイナス的には。分かんない。あ、11万ピンクはね、11万で2、4、6、やっと、あ、12万だわ。ってことは負けてるわ。負けとんかい。まあまあ、でもね、うん、だいぶ取り返しましたね、うん、そう。来てる来てる。 OK。 え、2枚いってます。うん、2万2000円。あ、OKOK、OK、絵柄ね。あ、絵柄だわ。いや、大丈夫大丈夫。16です。もう1回いける、うん、789だもんね。6789。負けたわ。一応これ バカラの勝率って基本 50%50% ぐらいです。そうですね。だから単純に佐藤さんの引きが今のところ弱いですね。 50% 引けてない。見てな。男見せるから。男気見せるけ。なんか勝てそうな気がする次。これも根拠に変わらないけど。プレイヤー3万3000いった。やばい。ちょうどいいんじゃない？ Please? Open please? あー、おかしだろ。6、7、うん、6、7出ればいいってことだよね。3。あら、もう1枚ってことか。両方もう1枚開けてもらおう。Please open。 あ、強いよ。あった。あとさ、追い込まれちゃったね。待って、いや、まだ4、5、6広いよ。絞れ。あれ？絞ったはいいが。滝行くよ、滝行こう。滝佐藤さんもやめて。佐藤さんも、佐藤さんもうやばいっすよ。あんた、もう明日の上負けてらんない。あ、返した。あー、回避しました。ちょっと手くれて。あー、やばい。2本目が。あ、マジで養分やん、この人。あ、いや、でもさっきも滝の後ね。そう、よかったから滝の後いいから、滝の後大掛けしよう。この後だ。待って、もう6万しかないんだけど。でも滝打たれた後ってことは勝つんだよ、うん、こ
強っ。強っ。7か。絵柄出しちゃう感じ。そう、絵柄出そう。絵柄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 滝様。滝様。回収していこう。行こう。滝だったか。でもこれでね。まあリップでその車にしてるとおらんて。8万になった。ビクッとしちゃうよ。え、そろそろさ、一回5万とか行ってみる。どうどう。一発行こうかな。一発ね。ちょっとさ、流れ乗ってっから。引き分け出てないから、あんまり。見てないからちょっとかけるわ。で、バンカーにする。ここに来て。OK。いや、なんかバンカーの気がする。読んでたよ。いや、でもね、ここことごとくね、実は勝ってきてるんだよな、佐藤さん、こういう局面。そんな感じがする。66ね。プリーズオープン。OK、OK、今は。OK、OK、OK、OK。熱い熱い。7。お。7。2。ほっ。おお。爆発。イエーイ。いや10万じゃない？どうする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 。めちゃめちゃ増えた。10。え、取り返したんじゃない？15万8000だわ今。かわいい。もうちょっとちょっとキュッてやりたい。え、ちょっ、うわぁ、グリッ、あった。嘘だろ。勝った勝った勝った。イエーイ。脳汁、脳汁出る。ちょっと大勝負する前にご飯もいただけるのよ。ちょっと食べよう。あら、はい、お好きなだけお選びいただいて。好きなだけ。はい。え、これどういうこと。好きなだけ。はい、食べ放題ですので、はい。はい。タイムがやば。え、食べ放題飲み放題カジノですか。そうですね。じゃあサムギョプサルと、はい、チゲ、ちょっとビビンバも、はい、はい、うん、お料理来ました。どう、結構来たよ。全部美味しそう。チゲ行って。うわーうわーうめー。で、これがアワビがゆ。あっ、優しい味。おいしょっと、サムギョプサルいっちゃおう。いただきます。うわぁ、サムギョプサルやばい。行きましょう。しゃ、どこら行こっか。うわ、お任せしますけど。21万だ今。これ全ベッドしよう。5行くわ。5のこれ全部でもプラスだ。最後バンカー。おい、オッケー、プリース。うるさいうるさいうるさい。これらの飯、そう、ご飯かかってるからね。いや、悪くないですよ。4悪くないですよ。オープンプリース。オーケー。おおおお、いや、まだね、わかんないです、はい、怖いね、ちょ、怖いね、怖いね、これ取り返そうだな、なんか怖い怖い怖い、結構怖いよ。あっ、どうぞ、泥の顔下げよ、これ。現実じゃない、現実やね。
すげえ。そこは詰めるのよ。だって戦いで。え、これ、プラスいくら？わ、分からん。10、え、分からん。え、やばい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 、めっちゃ勝ち方やばくなかった。タワーやったわ。いやー、マジでこれがバカラか。ちょっと一旦落ち着かせて。いやー、これ10万ね、10万ね。いやー、そう、これ20万ね、これ。マジ？これ20万、20万、28万2000円。プラス？プラス何万ですか？13万2000円。これ今日合流しよう。13万。今日ちょっとエステ行っていい？キュッとなりました、ね。すごいキュッとなった。しなくなっちゃいましたね。すごい見たことない。あ、これ10万チップだわ。あ、これ10万チップ。怖い。すっげえ。行こっか。換金しよう。行ってくるね。換金しちゃったよ。すげえ、やば。28万2000円分です。すげえ。これまだ持ちきれてないもん。本当は100万デポジットの方が対象とはなるんですが、今回特別に体験させていただきました。日韓の往復の航空券もつきますし、泊まるホテルもついていきます。そして送迎も無料となっているという、まあ VIP な待遇ね。すごいよね。詳しくは詳細載っておりますので、そちらご確認をお願いします。いや、ちょっと今度100万持ってこようよ、みんなでさ。みんなで VIP になるってこと？みんなで VIP になろうよ。3本はこれ、ちょっととマジテーブル豪華すぎん。かわいい。あ、終わってるって。どこ？待って韓国、イン韓国だ。韓国だ。やっぱ若い子の付き合い方わからねえ。